アントワン・コーテズ・ジェイミソンはアメリカ合衆国ルイジアナ州、シュリーブポート出身の元バスケットボール選手。現在はワシントン・ウィザーズのチームディレクターを務めている。身長206センチメートル、体重107キログラム。ポジションはフォワード。大学時代はビンス・カーターらと共にノースカロライナ大学に在籍2年目からはチームのエースとして活躍し、3年間で 平均19.0得点、9.9リバウンドの成績を残した。1998年の NBA ドラフトで全体4位指名をトロントラプターズから受けるが、即座にビンスカーターと交換でゴールデンステートウォリアーズに放出。デビュー後2年は膝の怪我もあり、本調子ではなかったが、3年目の00から01シーズンに素質が開花。 82試合すべてに先発出場を果たし、1試合平均24.9得点、8.7リバウンドの成績を残し、ボリアーズのエースとなる。03から04シーズン開幕前に、ニック・バン・エクセルラとの交換で、ダラス・マーベリックスに放出された。マブスではベンチからの出場がほとんどだったが、平均14.8得点、6.3リバウンドと、 成績を残し NBA6 万賞を受賞。2004年の NBA ドラフト開催日にジェリー・スタックハウスらとのトレードでウィザーズに移籍した。ウィザーズではギルバート・アリナスやラリー・ヒューズらと共にチームのプレーオフ出場に貢献。翌05から06シーズンはヒューズが移籍したものの2年連続のプレーオフ出場に一役買った。2010年2月16日。 クリーブランドキャバリアーズとロサンゼルスクリッパーズが絡む三角トレードでキャバリアーズからジードルナスイルガスカスと交換でキャブスに移籍した2012年7月25日ベテランミニマム例外条項を使ってロサンゼルスレイカーズに移籍した2013年8月28日ロサンゼルスクリッパーズに移籍しかし翌2014年2月20日にアトランタホークスに 放出され、翌日解雇された。現在は、ロサンゼルスレイカーズの解説者を経て、2017年10月3日に、レイカーズのスカウトに就任したことが発表された。NBA 入りしてから、スモールフォワードとパワーフォワード両方を経験したことも、あり、ゴール付近での得点やリバウンドに加え、アウトサイドシュートの精度も高く、スピードも備えているマルチな才能を持った、ビッグマン。 2試合連続50得点したこともあり、爆発力もある。セルフィッシュな性格ではないが、アシスト数が少なく、キャリア平均では1試合あたりに以下である。ありがとうございます。